はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、新しく出ました、恵比寿のプレミアムブラックということで、恵比寿黒とは違うんですね。アルコール度数 5%、麦芽 100% の生ビールということで、札幌ですね。札幌ビール。あ、ここにちょっと書いてある。プレミアムローストバクガがもたらす上質で芳醇なロースト香が特徴のバクガ100%本格黒ビールです。ということで、確か値段が250円ぐらいじゃねえのかな。そんなぐらいでした。乾杯。うまい。これはうまい。すんごい、香りが、このローストの、されたこのコーヒーのような、この、香りと苦味はないか。苦味はないですね。まあ、ほろ苦さはありますけど。そこまでツッとくる苦味はないです。5月の22日新発売らしいですね。あれっつうか、恵比寿の黒なくなったの？前あったよな。恵比寿のなんか。なんかしら。最初うまいと思ったんだけど。比較的おとなしいですね、香りは。ただ口の中に広がる、この黒ビール独特のちょっとほろ苦いのは、まああるはあるんですけど、で、コクは、まあ、それなりにある。
まあでも、結構柔らかい口当たりと、コクはそこまでないですね。まあ、やっぱり黒ビールってなると、どうしても比べちゃうのが、まあ、ギネス。なんですが。うん。まあ、でも、なんか、濃いっていう感じは確かにするね。うん。簡単に言うと、香りはないっていうか、いや、なくはないんだよな。そこまで強くないんだけど、こう、舌に感じる味が、濃厚なんだよね。うん。うん。うん。そう、これ。懐かしの、シソカツオニンニク、なんですが、これね、実は、賞味期限が6ヶ月前なんです。どうでもいいんだけど。で、それを今さっき見つけて、うわ、やべえと思って、袋から出して、まあ、賞味期限だから大丈夫だろうと思って、今食ってんだけどね。まあ、漬物だし、うん。大丈夫でしょ。でも、このエビスプレミアムブラックに関しては、うん。前の、エビス黒よか全然美味しいです。間違いなく。うん。それ間違いないです。うん。喉に、来る、喉越しっていうのかな。喉から感じるその、何かこの、香ばしさ。うん。非常に美味しい。うん。ただし、ギネスには負けるなっていう。まあ多分値段的にね、これいくらなのかは知らんけど、俺、あれコンビニで買って250円だったから多分スーパーで買えばね、うん。もっと安いはずなんですよ。なんで。結局これ、エビスの通常の黒は、もう捨てたんでしょうね、多分。あれは確かにまずかった。まずかったというか、別に、エビスじゃなくてもいいやっていう感じで。基本的にエビスってプレミアムビールなのに、プレミアムビールの黒ビールだから、おおと思って飲んでみたら、ただの黒ビールと変わらんどころか、むしろまずいレベルの感じだったんで。やっぱ、黒ビールで、うん。通常日本の黒ビールで多分一番個人的にうまかったのはアサヒの黒生なんですよ。うん。現存してる場合で、現存してるやつで、ね、言うとね。ただ、この今のエビスプレミアムブラックを飲んで、あらっと、あ、ちょっと、
あれと。ちょっと揺らぎまし、揺らぐっていうか、黒生ヨーカ美味しいかもしれないですね。これは。まあ、少なくてもやっぱり、そもそも黒生って、アサヒの黒生はただの普通の生ビールなんですよ。ね。んで、これは、このエビスプレミアムブラックはプレミアムビールなんですよね。そこを考えてもらいたい。でも、濃厚さで言うと、このプレミアムブラックは、黒生には勝ってると思う。ただ、黒生の良さとしては、これよか、苦いことです。このプレミアムブラックは、全然苦くない。苦さが全然ないですね。はっきり言って。確かに香りと濃厚さ、と口当たりの、なんか、まろやかさというかね、そういうのを重視して、やっぱり苦さを抑えたんでしょうね。いわゆる柔らかい志向のビールにしたかったんでしょう。ただし、アサヒのあの、黒生に関しては、何これ？エロ。なんだこれ。違いじゃないのこれ。まあいいや。苦さが、やっぱり黒ビールには必要かな、という感じで。まあ、どっちもどっちですね。まろやかな口当たりが好きな人はこっち。ちょっとシャープな、ね、口当たりが好きで苦いのが好きなったらやっぱり黒生でしょうね。いや、でも美味しいです。さすが。さすが、エビスはこうでなくちゃ。ね。前回の、エビスクローに関してはまずいです。はっきり言って。もう、ふざけんなと。あんなによう作ったな、感じですね。個人的に。エビスの名が、汚れるわっていう感じですね。ね。そうだ。サントリーのプレミアムモルツの黒、ありましたけど。あれよか美味しいです。こっちの方は間違いなく。サントリーのプレミアムモルツの黒も、正直あんまうまくなかったです。いや、うまくなかったっていうか、いや、うまくなくはないんだけど、さすがにプレミアムビールとしてはうまくなかったね。やっぱ黒ビール作るの難しいのかな。やはり、エビスブラック。昔の。これまずかったよな。本当に。どうにもこうにもあれですよね。プレミアムモルツの黒もね、あんまうまくないんだよね。だから普通のプレミアムモルツの方がうまいんですよ。
じゃあ、これ、この、ニンニク、そこまでまずくはないな。うん。ただ若干なんか、香りがおかしいのと、なんか柔らかい。うわ。柔らかいってなってる。なんか、歯応えがない。うん。あ、そういえば、これもあったな。エビスのさ、前さ、クリーミートップだっけ？エビスの、クリーミートップってやつ。あったよね。あれ何だったんだろう？あれ一瞬にして消えたな。そういえば。あれも大してうまくなかった気がするけど。なんかパッとしない味だったね。あれもね。そっか。いろいろ出してんだな、そういえば、エビスの黒って。クリーミートップも出したし、その前にも、まあ通常のブラックもあるし。で、これでプレミアムブラックか。多分これは消えないだろうな。このプレミアムブラックは結構いい出来だから。消えないでしょう。クリーミートップ。クリーミートップ。これどうなったんだ？クリーミートップスタート。あれ？まだこれ売ってんの？これ。売ってるとこ見たことないんだけど。これはさ、クリーミートップはさ、泡がさ、うまいっていう、そういうあれなんでしょ？コンセプトで作ったんでしょ？知らんけど。うん。これはあれですよ。いらね。泡だったらお前、ギネスの方が100倍うまいわ。100倍とは言わんけど。あ、これあれみたいですね。樽生でしか飲めないみたいですね。多分。これいいわ。あ、缶のやつ、あれなんだ。数量限定だったのこれ。あ、これ限定だったんですか。あ、なるほどね。でも一応飲料店でも今でも売ってるらしいですね。多分。なるほど、なるほど。多分このね、プレミアムブラックに関しては、数量限定ではないはず。多分その代わり、通常のブラックが消えたっていう感じですかね。あれは消えてよかったです。うん。これならやっと、うん、まともに販売できるかな。まともに、うん。エビスの名が汚れないぐらいの味ではあるね。うん。さすがに。うん。これは。でも、やっぱり、エビスはやっぱり、通常の金の、ね、通常のエビスが一番うまいかな。うん。琥珀エビスとかシルクエビスとかもあるけど、ぶっちゃけ。琥珀エビスとシルクエビスはもう微妙すぎるね。個人的に。なんなのこれって感じ。うん。ああ。これは。
意味がわかりません。これこそ消えていいと思う。まあ、そうだな。琥珀エビスとシルクエビスってどっちがいらんかっていうと、まあぶっちゃけどっちもいらないんですけど、一番いらないのは多分シルクエビスですね。あ、違う、間違えた。琥珀エビス。琥珀エビスはいらん。ああ。琥珀エビス。ああ、でもどうなんだろうな。どっちもいらねえか。どっちもどっちみたいなもんだな、俺の中だな。いや、シルクエビスはね、口当たりがまろやかで、うん。あ、こういうコンセプトのやつなんだなっていうのは分かったんですけど。琥珀エビスに関しては、ちょっと意味が分からない。まあ、若干その、俺の中だと黒ビールと、割った感じ？普通のエビスと黒ビール足して2で割った感じ。そんな感じなんだよ。うん。だから、プレミアムブラックが出た以上、この琥珀エビスの存在価値はもうなくなった。うん。と言ってもシルクエビスもぶっちゃけいらないですね。口当たりがまろやか、はーって。あ、そうですか、って感じ。すいませんわ、って。いう感じですね。うん。そもそもこれはエビスの味がしない。この琥珀エビスは。口当たりがまろやかになったのはいいとして、コクが全然なくなってる。ありえん。まあ、どっちも、どっちです。琥珀エビスはまあ、コクはあるけど、エビスらしさはあるけど、ね、中途半端ですよね。いわゆるハーフ。黒ビールと通常ビールのハーフビールみたいな感じですね。琥珀エビスはアンバービールタイプ。アンバービールとは何ぞや。アンバービール。あ、あった。アンバービールとは、上面仮面発酵問わず、ペールとダークの中間の琥珀色をしたビール。つまり、色が違うだけってことじゃねえか。何が違うんだよ、じゃあ。色かよ。それいらんわ。じゃああれは？エビスシルクは？売店か。売店スタイルのビールの味わい。売店かって言っても売店って何？また売店。聞いたことあるけど。売店って何だ？どこだ？あ、白ビールか。うん。売店ってのはつまり白ビールか。白ビールというのは小麦ビール。小麦を多くの割合で使用している醸造ビールと。うん。なるほどね。まあ、いわゆる、一般的に、
銀河高原ビールっていうのは、あれは、ね、白ビールですね。小麦か。まあ一般的にビールは、大麦？あれ？ビールって大麦？大麦と小麦なのか？いや、大麦っぽいな。大麦？ん？大麦だっけ？ちょちょちょ。麦芽 100%。 何の麦芽？大麦、小麦、どっち？書いてないですね。まあ、この場合どっちでもいいのか。麦芽。え、大麦と小麦って関係あんの？これ。麦芽でしょ？あ、大麦なんだ。麦、特に大麦の種子を発芽させたもの。まあ、つまりビールっていうのは大麦なわけですね。一般的に。なるほど。はあ。ただし、小麦を多く使っている場合は白ビールとなるわけです。なるほどね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。これで一つ、勉強になったということで。このエビスプレミアムブラックは5、5つ星です。うん、うまい。単純に。単純に、やっとね、通常のブラックから進化したなと。やっとエビスらしさが出てきたなと。やっと、まあ、プレミアム感が出たなと。いった感じです。うん。これは普通に美味しい。非常に、プレミアムらしい。ね。買う価値のある。非常に美味しいビールです。皆さんも飲んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。